天文14年1545年6月、武田晴信は上伊那の攻略を完了した。そして次なる攻略の目標を佐久方面とし、天文15年1546年5月、反武田の騎士を鮮明にした大井貞清を討つべく内山城に向かった。武田軍は5月9日から内山城の攻撃を開始。14日までに本丸を除くすべてを占領すると、5月20日大井貞清は城を明け渡し、晴信に降伏した。こうして南佐久郡を治めていた大井貞清が晴信に強靭の姿勢を見せたことで、佐久郡の大半が武田軍の支配下になっていった。しかし北佐久郡に大きな勢力を持っていた笠原清重だけは滋賀城にこもり、晴信に対して徹底抗戦する構えを見せた。天文16年1547年うるう7月、武田晴信は笠原清重を討つべく滋賀城に向けて軍を動かした。24日午前6時頃から晴信率いる武田軍7000が滋賀城の攻撃を開始。笠原清重は単独では武田軍の攻撃を防ぐことができないと判断し、平井城の上杉憲政に援軍を要請した。これを受けて上杉憲政は家臣の金井秀景に滋賀城の救援を命じた。この情報をいち早く掴んだ武田晴信は、城兵と小詰めの軍によって挟み撃ちにされる前に小詰めの上杉軍を殲滅することを決断。滋賀城を包囲中の晴信は2000の軍勢をそのまま滋賀城の包囲に当て、残る5000の軍勢を板垣信方、甘利虎安に預けて別動隊を編成し、上杉軍を迎え撃たせた。8月6日、浅間山の麓の小台原で武田軍と上杉軍が激突。武田軍は上杉軍の増兵3000人を討ち取り、圧倒的な勝利を収めた。戦いに勝利した晴信は討ち取った首を滋賀城の周辺に晒して城兵を威嚇した。このため城兵は救援の望みが全く絶たれたことを悟り、戦意を失ったと伝えられている。この時滋賀城はすでに水路が断たれ、二の丸が焼け落ち、残るは本丸だけになっていた。8月11日、武田軍がこの滋賀城に総攻撃を仕掛けると、笠原清重は自害し、すべての将兵は討ち取られ、滋賀城は陥落した。城内に取り残された女子供はすべて生け捕りにされ、2貫から10貫文の値段で売られたと言われている。こうして、晴信は、佐久郡を全域にわたって占領し、上州口を抑えるとともに、小佐方郡へ進出する基盤を固めることに成功した。この武田軍の動きに警戒感を強めていたのは、村上義清だった。村上義清は、羽西那、更科郡を中心に、高井、小佐方、二の地の3郡をも勢力下に収め、小笠原家とともに、信濃での最有力の大名だった。桂尾城を本拠地とする村上義清は、佐久郡にも勢力を伸ばしており、佐久郡を制圧した武田晴信との戦いは避けられない状態になった。天文17年1548年1月18日、武田軍を佐久郡から追い落とすべく、村上義清は佐久郡へ進攻を開始した。この村上軍の動きを受けて、武田晴信は2月1日、7000の軍勢を率いて、つつじヶ崎館を出陣し、村上義清の居城である桂尾城に向かった。まず、武田軍は諏訪に進出し、雪深い大門峠を抜けて小佐方軍に侵入した。翌2月2日、武田軍は小山田信有と合流し、上田原に布陣。一方の村上義清は、千曲川べりを南下し、千曲川を挟んだ岩花の地に陣を構えた。
この時、武田軍の軍勢は8000程度で、村上軍は、それと同じか、やや少ない兵力と言われていて、兵力はほぼ互角だった。しかし、地形は、村上軍の方がよく知り尽くしており、おまけに、武田軍は、2月という信州の一番寒い季節に、長い遠征をして疲労が蓄積していたために、不利な状況になっていた。2月14日、武田、村上の両軍が、上田原の地で激突した。武田軍の先鋒、板垣信方が、村上軍に攻撃を仕掛けると、続いて、小布虎正、小山田信有、武田信繁、栗原明冬たちが、村上軍に攻撃を始めた。はじめのうちは、武田軍が、有利に戦いを展開し、板垣信方が、村上軍の第一陣を撃破して、敵陣深くまで進出した。この突破に気をよくした板垣信方は、勝ちにおごって、敵前で首実験を始めた。この油断をついて、村上軍が板垣隊を包囲し、攻撃すると、思いがけない村上軍の反撃のために、板垣隊は、たちまち混乱状態に陥った。板垣信方は、馬に乗ろうとしたところを敵兵に槍で突かれて戦死。板垣隊が崩れると勢いに乗った村上軍は武田軍に猛攻を仕掛けた。先陣が打ち破られた武田軍は後続の部隊も次々と崩れていった。わずかに小山田信有のみが奮戦。この乱戦の中で武田軍は甘利忠康、はじかの伝右衛門といった名だたる武将が戦死した。さらに、村上軍は、武田晴信の本陣まで攻めかかると、その勢いに押されて、晴信の旗本衆が交代。この晴信の危機を救うべく、内藤正秀と馬場信春が、横槍を入れて村上軍を打ち払うが、晴信は、左腕に、2箇所の槍傷を負ってしまう。この戦いで、武田軍は700人以上の戦死者を出して惨敗。大敗北を喫した武田軍だったが、晴信はすぐに軍勢を撤退せず、戦地で退陣を続けた。すぐに軍勢を撤退すると、村上軍につけ入られて、危険な状態になると、晴信が判断したからであった。その後、晴信は軍勢を立て直して、この地にて20日以上もとどまり続けた。一方、武田軍に勝利した村上軍だったが、損害を多く出したために、武田軍を攻めるだけの余力は残っていなかった。晴信は、3月5日になって、ようやく上原城に帰陣。26日に甲府へ帰還した。この戦いで、2箇所の槍傷を負った晴信は、その後、30日間の湯治を行ったという。この上田原の敗戦によって、武田軍は、小佐方軍への進出はおろか、占領した佐久軍の維持さえも、困難な状況になってしまった。今まで順調に進行していた武田の信濃進行策は、挫折することになってしまったのである。上田原での武田軍の大敗北は、武田軍の侵略に抵抗していた信濃の国衆を勇気づかせ、反撃に出るきっかけとなった。武田晴信が甲府へ戻ると、勝利を得て勢いに乗った村上義清は、すぐに武田軍の拠点であった内山城に攻撃を開始。城に火を放ち、大半を焼き尽くした。さらに、村上義清は、小笠原長時と藤沢頼親と組んで下諏訪に攻め込み、領内を荒らし回った。6月10日には、打倒武田に燃える小笠原長時が、再び諏訪下社に討ち入った。この時、諏訪下社の地下人が共同して迎え撃ったため、小笠原軍は、増兵100人余りが討ち取られ、長時自身も傷を負ってしまい、撃退されてしまう。しかし、小笠原長時は、諏訪侵攻を諦めず、
西方州と呼ばれる諏訪湖西岸の武将らと内容し、武田を裏切って反乱を起こさせるようにけしかけた。これに応じて西方州は7月1日に蜂起し諏訪に乱入。諏訪地方はたちまち大混乱に陥った。この西方州の反乱を支援するため、小笠原長時は塩尻峠に5000ほどの軍勢を集結させた。上田原の敗北で窮地に陥った晴信だったが、この諏訪地方の動揺を知るとすぐに再起を決意し、つつじヶ崎館に軍勢を集結させた。そして7月11日、小笠原長時を討つべく3000の軍勢を率いて甲府を出発し、上原城に向かった。しかし大稲森まで進んだ後、軍を動かそうとはせず、以後7日間この地で退陣を続けた。これは戦備に時間がかかっているように見せかけ、相手を油断させるための晴信の奇策だった。そして7月18日夕刻、晴信は秘密裏に軍を率いて上原城に入城。翌19日午前0時頃、武田軍は小笠原長時のいる塩尻峠付近に到着し、夜が明けるのを待った。武田軍は明るくなると同時に小笠原軍に攻撃を開始。この時完全に油断をしていた小笠原軍は軍装を解いて寝入っていたため、武田軍の行動に全く対応できず混乱状態となった。小笠原長時は兵を鼓舞し必死に奮戦したが、味方の混乱を収拾することができず、小笠原軍は我先にと逃走した。しかし多くは武田軍に追いつかれ、次々に討ち取られていった。小笠原長時はわずかの兵士に守られて、命からがら居城の林城にまで逃げ落ちた。こうして武田軍の朝駆けの奇襲を受けた小笠原軍は1000人ほどの戦死者を出して敗北した。一方の武田軍は戦死者20人ほどの軽微なものだった。この塩尻峠の戦いは武田晴信にとって会心の勝利となった。上田原で大敗を喫し、信濃侵攻に陰りが見えた武田軍であったが、この戦いの勝利によって再度信濃侵攻策が復活することになったのである。敗れた小笠原家は信濃の名家であり、反武田連合軍の中心的存在でもあった。その小笠原家が武田軍の急襲によってあっけなく敗走したことは、信濃における反武田同盟の解体を意味した。合戦後、武田晴信はしばらく上原城に滞在し、9月6日に佐久郡へ進攻して11日に前山城を攻め落とした。これにより周辺の村上郡に奪い取られていた13の城も自落して武田家に帰属することになった。晴信は9月21日に前山城の改修工事を始め、28日に上原城に戻った。その後晴信は10月4日に塚間郡に入り、林城から南へ8キロの地点に小笠原長時を攻略するための前線基地として村井城を築城した。こうした武田軍の圧迫のために、小笠原長時は二度と諏訪伊那郡への進攻ができなくなった。それだけにとどまらず、小笠原家が支配していた千曲安住の維持さえも困難になっていったのである。対する武田家は塩尻峠から村井城までを自国の領土に組み入れることになり、さらに小笠原家の領土を狙い信濃全域の制圧に向かっていった。